新潟県健康財団が創立40周年を記念して県に2000万円を寄付しました。県は食生活や運動、早期発見、早期受診など5つのテーマで健康に関する県民運動を展開していて、今回の寄付金はこうした健康立県を目指す活動に役立てられます。